毎度セイディです。 KOF98 アルティメットマッチオンライン実況ありましょう。さあ現在6月4日の、午後9時25分、もうすぐ26分になるとこかな。オークションがもう終わります。あと4分で終わります。で今回の動画はこのオークションガチャね、ランキングを狙っていこうと思います。僕はねきっちりこの春へ、天井食らったんで5600ポイントで今9位なんですけど、とりあえずね、まあ、上位 2位か3位狙いたかったんですが、さすがにちょっとねしんどいなと思いまして、今3位がね6600ポイントなんですよね。だからまあ3位まで回すにはあと10回回さなあかんから、まあ、それ考えるとねあんまりもったいないなっていう気もするんで、ここはね6位狙いでいこうかなと思ってます。僕今現在、5600ポイントで9位なんですけど、今現在の6位が5650ポイントなんですよね。なので6位狙いということでやっていきますか。もうこれで破片取らないとね、育成がちょっとしんどいんで、今回は6位を、まあ、できれば2位3位狙いたかったけどね、まあ、6位で、6位を狙っていこうと思います。でさっきね、課金したんですけども、このダイヤ購入ボーナス、これね買う予定なかったんですけど、もうここでもう一回回すんやったらもう買っとこうかなと思いまして、さっきね、また課金してしまいました。これ追加しましたね。これで、まあ、最初に買う方が良かったんですけどね、これやったら。でこれ50枚ですね、限定宝箱50枚もらったんで、この50枚を使って、回していきます。なので、まあ、一応でも50枚全部使わんでも多分6位は入れると思うんですけど、しかし今のところやばいね、6位が5800ポイントまで上がってるので、ちょっとあれかな、もしかしたら追い上げてくる可能性もありますよね。これはちょっと怖いね。6位とでも10位の差って、破片30枚しか変わらないんか。逆に言うとそれやったらまあ10位でもいいかなっていう気もしてきたな。無理して6位狙うよりも、そうやね、どっちがいいんかな。まあ6位狙えたら狙いたいですけど、ね、どっちがいいかな。破片30枚の差なんで、そこで1000ダイヤぐらいかな、1000ダイヤ以上変わるか。ちょっとややこしくなってきましたね。まあとりあえずでも絶対に10位内は入らないとまずい。これは 100% 10位内は入らないとまずいですね。あと1分半なんで、そうやな、6位目指すか。5860ポイントまで目指しましょう、とりあえずね。あとだから16回なので、バラで行く方がいいんかな。これちょっとバラで行っときましょうか。バラで6回回して5、6ね。ほんで10連2回やれば5位になれますね。とりあえずね、あと1分、もうすぐです。まあほんまはね2位3位行きたかったけどな。1位めちゃめちゃ動いてるやん。1万ポイント超えてますね、1位が。この衣装を取りに行ったんかな。ちょっと待ってよ、今僕は7位で、現在5位は変わらず5850ですね。ちょっと回しとこうか。あと50秒55秒、まだ早いか。30秒からでも間に合いますよね。まあ、確実にここは狙っていきたいね。6位やったら破片170枚なんで、まあ、その170枚があればだいぶ楽になるんでね。僕今星59問ですからね。ちょっと更新しとかなか。あ、8になった。やばい。1回回そう。10連1回。格闘本出たわ。格闘本いらないか。今現在僕は7位。で、もう1回回したら、5位になりますね。更新しとこう。やばい。5位が今、5850動かず。さあどう？いきます。今5位になった。今5位になって、6位は？ 6 位は10ポイント差。なので、もう10連いっとこう。もう10連。これでさすがにいけそう？更新。6位、今現在6位。6位ですが、どう？終わったね。終わったね。よし。終わった。危ねえ。ちょっと危なかったな、今。今来られてたら多分間に合えへんかったな。残り今多分3秒とかの差やったんで、多分これで6位でフィニッシュできたかと思いますが、どう？あれ？春英まだ来てないな。あ、これちゃうやん。どれや？まだ来てませんね。あ、来ました。期間限定宝箱イベント。さあ、ランキングは
北6位。北170枚ゲット。よし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 。いいね。170枚ゲットやったら、星6はいけるっすね。よし、ゲットしよう。じゃあ、来ました。6位。うん。6位はいいっすよ。で、こんな、全部受け取っとこう。うんうん。あれ、また僕優勝してるっすね。KOF。オフラインですけどね。まあ、そんなことはさておき。今、174枚あります、破片が。なので、そうですね、もう星6は完全にいけますね。星6もいけるし、9問までいけるかな、これやったら。今僕が破片が170枚持ってて、さらに、取った破片が170枚あるんで、9問じゃないわ、小問ね。小問まで多分ギリギリいけるっていうぐらいまで来ましたね。まあなんとかね、6位でフィニッシュできたんで、まあ天井でしたけど、まあそれ考えたら結構おいしいんでね、破片は。うん、まあ中途半端よりも良かったかなっていう気もします。ほな、早速ね、ランク上げていこうかな。星6にしましょうか。春英ね、まあ強いね、春英はほんまに。強い。てか、硬いっすね、めちゃめちゃ。めちゃめちゃ硬いし、まあ火力も多分武器来たら普通に出ると思うんで、今でもね、そんなに、めちゃめちゃ火力低いっていうことはないんで、まあ思ってたより火力はなかったんですけど、めちゃめちゃ低いっていうわけではないからね。武器が来たら、期待できますね。何よりもやっぱ硬いんでね、前列でしっかり活躍できるっていうところが、いい感じですね。早速じゃあこれ交換して、よし、星6にしましょうか。はい、来ました、星6。戦闘力が182万かな。200万ぐらいまでいくかな、これ。ダメゲン全部上げたら。200万近くまでいくと思いますけど。で、星6、消耗はまだできないですね。破片がさっきぴったりぐらいって言ったけど、多分足りひんな、これ。ギリギリ足らないぐらいなんで。さあ、戦闘力結構上がってきてます。190はいきそうか。まだ無理か。8も上げていったらいきそうですね。もう消耗がやっぱ強いんでね、これ上げていきたい。ああ間違うた。全部ぶっぱした、今。やってもうた。まあでもこれでも足りひんか。全部ぶっぱする必要なかったけどね。あ、足りひんな。よかった、よかった。よかった、よかった。まあ、ほんまに間違えて喋ってたら全部言ってもうたわ。こっちめちめやるつもりだったんですけどね。まあ、消耗開けたいね、どっちにしても。開けてと。まだ足りないですね、破片が。限界突破しても。そうですね。破片が足りなくなりました。あと、なんぼいるんかな消耗は。あ、一括見れなくなったな。多分まだ50枚ぐらいいるんで、こっからは、多分1週間ぐらいはかかるかな。地道にね、やっていきますけど。消耗がね、確かあれっすよね、この、オレンジのかけらを獲得する、数が増えるってやつなんで、だからガイアニックバーストは圧倒的に打ちやすくなりますから、やっぱこの消耗必須っすね。まあ、春英そうなると安定しますね、本当に。火力も出るし、前も行けるしっていうね。で、あと、ユキっていうキャラが来週かな？来週確定やね。今週来るかなとちょっと思ってたんですけど、来なかったんで、もう来週確定ですね。確定で来るんで、まあそのキャラがどうなるのかですね。まあどうなったとしても僕はもう全く取る気ないんで、取る気ないというか取れないんでね。万能破片もないですし。ダイヤはさっき課金したんでね、結構回復してるんですけど、これももう武器でなくなりますから、まあ春英の武器でなくなるんで、まあそこだけ神引きしたいなと思ってるんですけどね、まあ難しいかな。武器ガチャはまた生配信しようかな。どうしようかな。なんかもう生配信でもいいかなとか思ってきましたね。ユリの武器も欲しいですけど、多分同時に来ないでしょうね。なので今回、春英の武器、もしかしたら明日に来る可能性もあるよね、日曜日。どうかな。明日に来る可能性もね、考えとかなあかん。これ受け取って。この消費モナ、あ、これ違うな。これが今日までなんで、明日に来る可能性は全然あるっすね。ここのイベントとかも結構寂しい感じなんで。明日に来たら来たでね、ちょっと忙しくなるんですけど、まあ、もし来たら生配信するかもしれないんでね、その時はまた、報告させていただきます。なので、この春英を、極力に力入れて、今後育てていこうと思います。またツイッターとかでも報告させていただきますんで、まあ、できればね、ツイッター、フォローしてもらえるとありがたいです。では今回はこんな感じで終わります。ご視聴ありがとうございました。